前橋城。前橋城は、上野国群馬群。現在の群馬県前橋市にあった、日本の城。前橋第一北東園に築かれた平城で、古くはと呼ばれ、また関東七名城の一つに数えられた。利根川と広瀬川を外堀とする、渦角式の平城。周囲に、城下町が発展し、今日の前橋市中心街となった。前橋城は、江戸時代には、 前橋藩の藩長ともなったが、その一方で、暴れ川として知られ、坂東太郎の異名を持つ利根川に始終翻弄された。前橋はその旧名を馬屋橋と言った。このため前橋城は当初、馬屋橋城と呼ばれていた。城の起源については、諸説あるが、室町時代中期の15世紀末頃に、長野市の拠点であった。 美ノ和城の市場として築かれ石倉城がその始まりであるとされる。伝承では石倉城追記時に低地帯を大地の東に流れていた利根川の本流が天文三年1534年の氾濫により流路を変え石倉城の水路に流れ込み本丸、二の丸などを崩壊させてしまった。当時の城主、長野健太忠氏、長野方行、法号。 小山宗政が残った三の丸を寄り所に再築した城が後に馬屋橋城と呼ばれるようになったという。ただしこの馬屋橋長野市の系譜ははっきりせず、馬屋橋の長野市で築城者と見られる初代の人物も法号の小山宗政としか判明しない。学説上で明らかなのは長野市によって築城されたことのみである。天文20年、1551年。 馬屋橋城は、上野国に侵攻したご宝城氏に就いた。一説には、城主の長野県中が城を明け渡し長尾影虎、後の上杉謙信を頼りに、越後へ移ったという。なお、石倉城を破壊した利根川はこの天文年間までに、馬屋橋城の西へと流路を完全に移している。永禄三年、千五百六十年、影虎の長尾軍が、馬屋橋城を攻め取る。 この際に、馬屋橋長野氏を中心とする、馬屋橋衆は分解した。以降、馬屋橋城は、影虎の関東進出の足がかりとされた。A66 年、1563年小田原法城、海の武田の連合軍により攻め落とされる。年代に諸説あるが、この時期に、馬屋橋長野一族は、上杉家の家督を継いだ影虎改め、正虎に断罪され、粛清された。 県中が病気を理由に、攻防戦に参陣しなかったからとも、源ただし、県中の子、彦太郎の馬が暴れたのを無本と、勘違いされたとも言われる。また、上杉家の暴略だったともされる。城はその後再び、上杉家に取り戻され、越後の北条高弘が、城代に据えられた。だが、永禄十年、1567年には、その北条高弘が、 北条陣営へ寝返ったことにより周辺再び北条家の勢力圏となる。その後、越相同盟によって北条高広は上杉家へ帰参することが取り決められ、馬屋橋城は上杉方に引き渡された。高広は謙信の死後の天正七年、1579年、勝頼率いる武田方に降伏、引き続き上代として残るも、 天正十年、1582年3月に、武田氏が、織田信長によって滅ぼされると織田方の滝川、一正に城を引き渡す。同6月の本能寺の変の後、神奈川の戦いで、北条氏直に敗れた一正は、上野国から撤退、馬屋橋城は、御北条氏のもとに入る。天正十八年、1590年小田原聖伐に、 最して豊臣方の朝野長政により攻め落とされ、同年8月、関東を任された徳川家康が、家臣、平岩近代氏を、馬屋橋城に置き3万3千国を与える。慶長6年、1601年の関ヶ原の戦いの後、甲府藩に移された近代氏に代わって、堺井忠が、馬屋橋藩3万3千国を任され城に入る。忠は、 城の大改修を行い金星城閣へと変貌させ、城には三層三階の天守も造営された。17世紀中頃から18世紀初頭、中世から中居の第二、馬屋橋の地は前橋と改められ、城も前橋城と呼ばれるようになる。しかし、大老、堺忠城を出すほどの名門が置かれたのとは裏腹に、前橋城は、根川の侵食を受け続け、 18世紀の初頭には、本丸の移転を余儀なくされている。関園2年、1749年、晴間国姫路藩に転出した堺市と、入れ替わり姫路より松平朝則が15万国で、前橋城に入る。以後、前橋城は、明治維新まで、越前末、平家の城となった。明和4年、1767年、 利根川の侵食を受けた本丸が崩壊の危機にさらされたが、前橋松平氏は、前橋入宝まで20度の天保を経験して、借材が多く、城を集築するだけの力は、すでになかった。次の藩主松平朝のりは、幕府の許可を得て、前橋城を放棄し、武蔵区に川越城に移り、以降前橋藩ではなく、川越藩となる。前橋城一帯は、 川越藩の分量としての陣屋支配となり、前橋城は、明和六年、1769年に破却された。領主が去り荒廃した、前橋城において、領民の前橋城再建、領主機城の願いは強く、再三にわたり松平家に機城が請願された。天保年間、1830年から1843年に、軍大奉行、安井正明、 安いお財門らより利根川は回収され、利根川の勢いが西方に逸れたことで、城郭崩壊の危険度は低くなった。横浜開港後、特産の金糸の輸出により前橋城の財力が回復すると、文久三年、1863年12月、時の川越藩主、松平直勝はついに幕府に願い出て、前橋城の再築を開始した。民による出資や、 労働奉仕を受け前橋城は春工。慶応三年、1867年3月、なおかつが入城し、前橋藩が再興した。前橋城再建から半年の後、大政奉還により、江戸幕府は終焉、明治四年、1871年の廃藩地権により前橋城、本丸御殿に、前橋県の県庁が置かれたが、他の建屋は取り壊された。 府県統合により、群馬県が成立した後、県都が当初の高崎から前橋に移され、本丸御殿は昭和3年に老朽化で取り壊されるまで、群馬県庁舎として使われた。今日、本丸跡地には、平成11年、1999年に、竣工した地上33階、地下4階の鉄筋コンクリート建ての群馬、県庁本庁舎が置かれている。また、 二の丸跡地には前橋市役所が置かれ、三の丸跡地は前橋地方裁判所となっている。三の丸外閣の地が明治三十八年、1905年に整備され、前橋公園となった。このほか、前橋城市には移築された群馬県庁昭和庁舎と群馬会館の二つの近代建築遺産がある。現在の城市は市街化が進み、城の面影は少ない。 開発が進み以降の保存状態は良くないが、石垣、土類、堀の一部がよく残る。建造物としては、市内総社町に縄文が移築され現存する。また、松平直方の邸宅が、市内川原町の太公寺内に移築現存する。長野市越後北条市滝川市越後北条市平岩市、堺市越前松平市。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。